あったかくて動きやすいはもう寒い時期にはぴったりですよね。私は男の子のお母さんなので本当に激しく動き回るので追いかけなきゃいけない場面っていうのがかなりあります。なので動きやすいっていうのは本当に重要です。一番大変なことはちょっと決められないぐらい全てがあれなんですけど、今朝もそうだったんですけど、こっちは急いでいて早くご飯を食べてほしい、早く着替えてほしい、でも彼は急ぐ意味がわからないかな、のんびりしてて、それが毎日繰り返される。早くして早くして早くしてって朝から100万回ぐらい言ってます。なんか尊重しなきゃいけない部分もあるし、あんまり怒りすぎないように